全国で空き家の問題が深刻になる中、秋高田市ではその対策として空き家の解体費用の見積もりを無料で提供する取り組みを始めました。秋高田市は解体費用の見積もりサービスをインターネットを介して提供する名古屋市の企業と協定を結びました。この企業が自治体と提携するのは全国で40例目、県内では初めてです。 秋高田市内にはおよそ2000棟の空き家があります。人口減少や高齢化により急速に増えており、倒壊の危険性や治安の悪化などが懸念されています。所有者や相続人の大半は市内にはおらず、解体に向けた手続きがしにくいため、放置されるケースも多いといいます。 意図せぬ状況で所有してしまったという方もたくさんいらっしゃると思いますので早期に情報収集をして早期に意思決定をしていただくというのがこの課題を長期化させないポイントかなと思う今回導入されたのが無料で解体費用を知ることができるシミュレーターです空き家の構造や広さなどの情報を入力すると地域の相場に応じた概算の費用を算出希望があれば業者も紹介します 空ににき家を片付けてその土地を新たに有効活用していくこうした動きが出てくるんじゃないかなと期待をしています秋高田市版の解体費用シミュレーターは市のホームページから利用できます。